ゴシロム、アクアロックスの魅力に迫る、ヒラの仕が送る視点と感動。数年にわたり、ゴシロム、アクアロックス、シリーズのイメージキャラクターを務め、公式 SNS アカウントのフォロワーを10倍に増やすなど大きな成功を収めたヒラの仕2022年にイメージキャラクターとして初めて登場し、その後の反響を受けて再び起業された彼の活躍にスポットを当て、製品の魅力をさらに掘り下げてみましょう。 彼のイメージキャラクターとしての役割は、ボシュロム、アクアロックス、ワンベイ、UV、シーンや、ボシュロム、アクアロックスの特徴的なビジュアルで製品を象徴化することにあります。今回は、それぞれが、下たるレンズと、息するレンズという独自のキャッチフレーズで表現されています。これにより、単なる製品の宣伝以上に、ユーザーにとっての製品の価値を感じさせる独自性が加わります。 平野の仕様がキービジュアルとして披露された際、彼は自身の目の感想について率直にコメントしました。実際僕も目が悪くて、ボシロム、アクアロックス、シリーズを毎日つけない日はないぐらい使わせていただいているんですけど、本当に最高です。目が相当乾燥するタイプなんです。だから、ボシロム、アクアロックス、ワンデイ、UV、真にすごく救われている、平野ですと、笑顔で製品への感謝の意を表現しています。 この率直なコメントは、単なる商品紹介を超えて、ユーザーとの共感を生む重要な要素となっています。平野の率直なエピソードは、視聴者にとって身近でリアルな体験となり、製品に対する信頼感を高めます。こうしたアプローチは、単なる広告からユーザーとのコミュニケーションへとシフトし、製品への親しみやすさを生み出しています。さらに、彼のイメージキャラクター就任を記念して行われるキャンペーンも注目です。 対象商品を2箱以上購入してレシートで応募すると、平野のキービジュアルを使用したオリジナルデザインの QUO カードが抽選で2000名にプレゼントされます。これにより、ユーザーは商品購入だけでなく、彼とのつながりを感じることができる特典が提供され、製品への愛着が一層深まります。最後に、平野史洋が、ゴシロム、アクアロックス、シリーズを通じて伝えるメッセージは、 単なる商品の利点だけでなく、快適な日常生活への一翼を担っています。彼の率直なエピソードやキャンペーンを通じて、製品はユーザーとの感情的な結びつきを築き上げ、単なる商品から日常生活の一部となる存在へと昇華しているのです。ボシュロム、アクアロックス、シリーズは、平野市業の個性とともに、製品自体が持つ機能や特徴がより一層際立つものとなっています。これにより、 視聴者は商品選びの際に単なる機能面だけでなく、その商品がもたらす感動や快適さを考慮するようになります。商品紹介から始まり、感動と共感のストーリーへと進化した、ボシロム、アクアロックスの新しいショー、平野の資と共に楽しんでみてはいかがでしょうか